おはようございます。この動画は現実のヨハネ、沼津インザミラージュ、通称ヨハ沼のラスボス撃破動画なのだ。今回はチカちゃんを使ってプレイしていくのだ。現状トップクラスのぶっ壊れキャラクターなのだ。ヨウちゃんも大概だったけど、さすがにノーリスクで常時エナジープラス1流行りすぎなのだ。せっかくの買い切りゲームなのにどんどんインフレするソシャゲで遊んでる気分なのだ。さすがに4エナジーだけあって序盤からかなり安定してるのだ。フェアリーギフトで良かった気もするけど、まずはアタックカードを集めていくのだ。やっぱり防御でバフがあった方が火力が出しやすくて楽なのだ。みかん食べよ。で生成される名産みかんはなぜかトワイライトがついていないのだ。使わないとデッキに混ざってドロー素材になるから必ず使ってからターンを終わらせるのだ。渋いボウガンをもらっておくのだ。他のカードを入れた方が強そうだけど、なんだかんだで中盤くらいまでは活躍してくれると思うのだ。普段は不時角化から倒すけど、4エナあるからバーガライトを倒しきれたのだ。最序盤なのに露骨なキャラさが出てるのだ。とりあえずラックコントロールを取って今後の展開に期待するのだ。手札を捨てる効果は欲しくなる場面が結構多いから今のうちに確保しておいた感じなのだ。最初のエリートはミラー獅子の神なのだ。3ターンまでに倒せるか怪しいデッキだから結構危ない相手なのだ。2ターン目にマリちゃんを召喚してダメージを防ぎつつ殴れるだけ殴っていくのだ。微妙に足りてないのだ。さすがに40点近いダメージは受けたくないから追加でダイヤちゃんを召喚して倒しきるのだ。攻撃でバフのついてる遠吠えを取ったのだ。これは大量じゃに期待して取った感じなのだ。とりあえずショップでめた強チャームのメッセンジャーを買って余ったお金で削除だけしておいたのだ。火力が足りてなさそうだからかぶりつくを強化して火力不足をごまかしていくのだ。このエリートはそこまで強くないのだ。とりあえず角みかんを先に倒して1対1に持ち込めばそれほど苦戦はしないはずなのだ。角みかんは倒せたからあとは楽勝なのだ。もう少しダメージが出せるカードが欲しいけど、どれも今取るのは微妙な感じなのだ。まだボス戦まで余裕があるから他のカードを探しに行くのだ。火力の足しになりそうなチャームが来てラッキーなのだ。こいつらは基本的に甘い、渋い、硬いの順番で倒していくつもりだけど、硬いが HP 半分以下になると攻撃してこなくなるから先に硬いを殴っているのだ。硬いを半分だけ削ったら順番通りに倒していくのだ。甘いが回復したせいで硬いの HP が半分を超えて攻撃してくるようになったのだ。これはちょっと想定してなかったのだ。次のプレイではもう少し余分に殴っておくことにするのだ。今度は防御札ばっかなのだ。ここで直感的にボス戦で取り巻きを処理できそうにないと判断して盤石の布陣を取って攻撃をしのぎ切る方針に切り替えたのだ。今後有用なカードを引き込める保証がない以上、提示されたカードでうまくやりくりするのも大事なのだ。それはそうと、雑魚敵の中でかなり厄介なみかん軍団が出てきたのだ。この敵が悪党一で一番嫌いなのだ。文句を言ってもしょうがないから失敗、普通、堅いの順番で倒していくのだ。なんとかなりそうだから堅いは放置してそのまま他のみかんを倒していくのだ。4エナパワーで蹴散らしていくのだ。ここはホエルを取っておくのだ。他のカードと合わせて適用でバフ付けにしていくのだ。この程度の雑魚はもはや敵ではないから適当に蹴散らしていくのだ。どれも取れないからスキックするのだ。
こいつもさっきとほとんど変わらないから適当に倒していくのだ。ちょっと被弾したけど特に問題なく倒せたのだ。かなり防御寄りのデッキだからシールドバッシュをもらっておくのだ。これで最低限の火力を確保できたからボス戦はなんとかなりそうなのだ。お金はボス戦で全部持っていかれる予定だからなるべく使い切りたいのだ。なのでカードの削除と行政局執務長官を購入していざボス戦なのだ。アクト1のボスはチカちゃんなのだ。今回は取り巻きを一切無視してチカちゃんだけを攻撃していくのだ。まずはカナンちゃんを召喚するのだ。シールドの確保と防御でバフへの耐性を付与するのだ。ちょっと悩んだけどシールドバッシュも使っちゃうのだ。残りは気合で削り切るのだ。次のターンに取り巻きが逃げるからこのターンもシールドを張ってやり過ごすのだ。攻撃チャンスだから殴れるだけ殴りに行くのだ。チャームのカウント調整もなるべくしていくのだ。このターンは取り巻きの最小感をしてくるからさっきと一緒で殴れるだけ殴りに行くのだ。ここまで減らせたらほぼ勝ちなのだ。残りの HP を削り切って無事にアクト1突破なのだ。普段だったら即決でマリのエンブレムを取っていくところだけど、今回は火力を出せるカードが少ないからカナンのエンブレムを取ることにしたのだ。開幕のシールドがかなり響くと判断した感じなのだ。カードは安定の土地マンハリケーンをもらっておいたのだ。早速天敵のドリルエビが出てきたのだ。防御でバフを入れれば次のターンには倒せる気はするけど、ちょっと不安だったからヨッちゃんを召喚して確実に倒せるようにしたのだ。幸いなことにブローチがあるからある程度は被弾しても回復できるから問題ないのだ。ただエリートの方のドリルエビのことを考えると、もう少しダメージを出せるようにしておかないとそのままゲームオーバーになりそうな気がするのだ。大量じゃバトルなら強化して使いたいのと、今更取るようなカードでもないのでスキップしたのだ。オジカマ同士はデバフが効かないから地味に厄介な雑魚敵なのだ。幸いなことに盤石の婦人とシールドバッシュを同時に引けたからこれでボコしていくのだ。この辺りのカードはスキックするのだ。お金がないから雑魚敵と戦ってカードを探しに行くのだ。ドリルよりはマシだけどまた危ない奴らが来たのだ。アクトには甲殻類全般がやべえのだ。デバフのおかげでなんとか耐えられてるけど、そろそろ使えそうなカードを引き込みたいのだ。現実は非常なのだ。何箇所手が良い感じだから普通に倒せそうなのだ。我慢がかかってるから使用するカードの順番にだけ気をつけるのだ。使えそうなカードが全然来なくてまずいのだ。仕方ないからショップに寄ってみたけど、そうしたら強化済みの遊覧飛行が売ってたから購入したのだ。これでデッキの周りが良くなってだいぶマシになったのだ。マップを確認しながら今後の予定を少し考えているのだ。残りのお金で何か買い足そうか考えたけど、無難にカードを削除することにしたのだ。土地マンハリケーンを使い回しまくるのだ。アクトに最初のエリートはダイアニマドールなのだ。そこまで強いエリートではないけど、取り巻きのイノシシドールだけは絶対に倒すのだ。対処できないとシールドが全部剥がれて大ダメージを受けちゃうのだ。オジカドールも倒せれば無傷でやり過ごせるけど、ギリギリ足りないから諦めてダイアニマドールを攻撃するのだ。ちなみに取り巻きを全部倒すと強攻撃が不発するのだ。ちょっとどれも取れそうにないからスキックするのだ。
少し迷ったけどエリートと宝箱を踏んでお金やチャームを集めに行くのだ。ブローチを信じるのだ。とりあえずシールドバッシュを強化していつでも使えるようにしておくのだ。連打コウクラゲは薬剤で確実に HP が削れる以外は特にヤバい攻撃はしてこないのだ。多分アクトニで一番楽なエリートなのだ。ドローカードのオカリナの音色を取るのだ。条件を満たせば未強化でも4枚ドローできる優秀なカードなのだ。シールドバッシュで起こすだけの作業なのだ。臨床はちょっとだけ気になったけど、別になくても防御面は問題なさそうだったのでスキップしたのだ。なんか専用イベントを引いたっぽいのだ。え、なんかやべえことしか書いてないのだ。とりあえずマップを見てボス戦まで戦闘がないルートがあることを確認したから、バフ効果をもらうことにしたのだ。めちゃくちゃヤバそうなバフをボス戦に持ち込んで無双するのだ。一応ドローを強化しておくのだ。アクトニのボスはダイヤちゃんなのだ。一応デバフが両方効くから普段もそこまで苦戦はしないけど、今回はクソ強バフがかかってるからおそらく楽勝なのだ。シールドが余裕で確保できるから負ける方が難しいのだ。すでにシールド量がとんでもないことになってるからおそらくリーサルあるのだ。強すぎて笑うしかないのだ。今度はマリのエンブレムをもらうことにするのだ。サブ効果も結構強いからさっき見逃して正解だったのだ。カードは汎用性の高い試練一戦を取るのだ。だいぶ戦えるデッキになってきたからエリートと宝箱が一番多い下のルートを進行するのだ。途中に休憩マスもあるからカードの強化もできるのだ。まずは試練一戦を強化して火力面を強化していくのだ。アクト3の雑魚敵は比較的おとなしいのだ。ここまで来れるデッキなら基本的に苦戦はしないけど、トンビーが2匹出てくるパターンは最初のターンに60点飛んでくるからそれだけ注意するのだ。どっちから殴ってもよかったけど、無敵による遅延を嫌ってバーガナイトから倒した感じなのだ。今欲しいのは安定性の上がるドローカード、それともう1枚くらいダメージを出せるカードがあっても良さそうな気がするのだ。今戦ってるワイルドリリウムを安定して1ターン目に倒せるくらいになれば言うことないのだ。悪質な遅延行為を許してはいけないのだ。なんとか薬剤3回分のダメージで済んだのだ。ここは妖精ラッシュを取っておくのだ。呪文カードを多めでドローもそれなりにあるからそれなりのダメージが期待できるのだ。お金いっぱいでチャームも優秀な当たり箱なのだ。エーストンビーは飛行があるからちょっと面倒だけど、そこまで強いエリートじゃないのだ。ちょっとシールドが足りてないけど、今回はブローチがあるから多分問題ないのだ。とはいえまともな防御札が盤石の婦人くらいしかないから、ラスボスまでには防御札を足しておきたいのだ。ここはワンオラクルをもらっておくのだ。ドロー付きの防御札で、ついでに攻撃力も上がる優秀なカードなのだ。防御札として、というより和火力の底上げを目的として取った感じなのだ。またエーストンビーなのだ。引きが良かったから1ターンで倒せちゃったのだ。この辺りのカードはいらないのだ。富士大閣下はアクト3で一番楽なエリートなのだ。HP が減ると爆発しそうになるけど、よっぽどのことがない限り爆発することはないのだ。
ヨハネパンはフェード付きだけど優秀なドローカードだからもらっておくのだ。お金がいっぱいあるから近くのショップに寄ったら遊覧飛行が強化済みで売ってたのだ。もう1枚くらいならあっても良さそうだからこれは買っておくのだ。それとチャームの効果でそこそこダメージが期待できそうなイカ様と瀕死時に攻撃力が上がる地下バッジを購入したのだ。あとはカードの削除もしているのだ。これで不安だった部分はだいぶ改善されたからデッキはほぼ完成なのだ。火力やドローは足りているはずだからできれば防御面を少しだけ改善できるようなカードが欲しいのだ。雑魚戦はだいぶ安定してるからほぼ負けないのだ。攻撃カードはもう取らなくていいのだ。持て余してるズラマルちゃんを召喚して HP を回復するのだ。本当ならギリギリまで耐えてなるべく HP を回復したいところだけど勢い余ってそのまま倒してしまったのだ。任せてお姉ちゃんはなかなか良さそうなカードなのだ。1枚で大量のシールドを生成するよりは防御力を上げる方がデッキ的にも良さそうだったので任せてお姉ちゃんは取っておくことにしたのだ。パワーカードだからデッキをあまり圧迫しないのもいい感じなのだ。エーストンビーは適当に殴って飛行を剥がしてからボコすのだ。試練一戦も容赦なくスキップするのだ。お金が余りそうだったからショップに寄ったのだ。カードはどれも不要だったからとりあえず削除とチャームを片っ端から買い漁ったのだ。散財するの楽しすぎるのだ。アクトさんのボスはマリちゃんなのだ。ミラー海石が呪いカードを送り込んでくるから優先的に排除したいのだ。ワンオラクルを使う前にテラピーで山札を確認するのだ。今回は呪文カードを引けなかったけど攻撃力プラス3はかなり大きいから積極的に狙っていくのだ。ミラー海石も排除してしっかりダメージも防ぎきる理想的な展開なのだ。ミラーテラピーはマリちゃんの犠牲になるから基本的に殴らなくていいのだ。攻撃のチャンスだから可能な限り殴っていくのだ。山札が少ないから次のターンのことも考えてカードを使うのだ。土地マンハリケーンを使ってからデッキをリシャッフルしてなるべく多く使い回すのだ。不要カードはなるべく手札に残して使い回したいカードを使ってからデッキをリシャッフルする。これは他のゲームでも通用するテクニックだから覚えておくと便利なのだ。なんか普通にシールドバッシュで倒せそうなのだ。倒せたのだ。というわけでマリちゃんを撃破して無事にアクト3突破なのだ。 HP が満タンだから花丸のエンブレムをもらっておくのだ。ヨハネパンを強化していつでも使えるようにしておくのだ。さっき散財してお金がないからこの後はおとなしく宝箱を開けておくのだ。前哨戦のダイアニマ同士なのだ。特に苦戦する要素はないから適当にボコしていくのだ。初手で遊覧飛行が2枚来てたから1ターン目に倒せちゃったのだ。任せてお姉ちゃん、お強化していざラスボス戦なのだ。DLC キャラだからラスボスはヨハネちゃんなのだ。強力なデバフを多数使用してくるから早急にケリをつけたいのだ。火力やドローは十分足りてるからそこまで倒すのに時間はかからないと思うのだ。ここは先にヨハネパンでドローを見た方が良かったと思うのだ。割と楽勝な雰囲気がしてるから結構適当なのだ。デバフは効かないけど邪魔になるから早めにホエルを使っておくのだ。
使って消えるカードはなるべく使っておくのだ。デッキを見たら2分1で呪文カードが引けるからワンオラクルを使っちゃうのだ。攻撃力をモリモリ上げていくのだ。ここはフェードするカードを使うとデッキがリシャッフルされる仕様を完全に忘れてるのだ。フレミなのだ。ちょっと早いけど今回の感想なのだ。序盤にダメージを出せるカードが拾えなくてちょっと苦戦したけど、それ以外は割と順調に進めていった感じだったのだ。特に悪党1のボスをうまくしのいだのはファインプレーだったと思うけど、単純にチカちゃんが強かったってのもあるのだ。さすがにノーリスクで常時エナジープラス1が弱いわけなかったのだ。それとイベントマスでもらったクソ強バフもやばかったのだ。というわけでヨハネちゃんを撃破して無事 GG となったのだ。 DLC キャラ攻略の参考になれば幸いなのだ。ご視聴ありがとうございました。